そっちも映画館なのね。そっちは何食べてる？よくさ、映画の最中にさ、ポテトチップスとかセロハンの音カシャ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 させて食ってるやついるじゃない。ああいうのって俺本当に。それ美味しい。美味しいんですよ、カレー味で。映画始まってからその音立ってたら俺あんた殺すかもしれないからね。分かってるなんだよ。それとアラーム時計のピピッなんてのも俺許さないことにしてますね。しかしさ、なんたって一番邪魔されたくないのはあれだよね。人間ってさ、死ぬ間際にさ、短い映画みたいなの見るって言うじゃない。一生の出来事をさーっと走馬灯みたいにさ、その映画俺楽しみなんだよな。人間最後の映画、この映画だけは俺邪魔されたくないんだ。あなたお願いだから死なないでとかさ、そういうのなしね。あ、映画始まるらしいよ。ある晴れた日、僕は一人の老人に伴われてふらりと町へ出た。小島さん。老人はラーメン歴40年。これから僕にラーメンの正しい食べ方を伝授してくれるのだという。おちちち。先生、最初はスープからでしょうか、それとも麺からでしょうか。最初はまずラーメンをよく見ます。あ、はい。丼の全容をラーメンの湯気を吸い込みながらしみじみ鑑賞してください。スープの表面にキラキラと浮かぶ無数の油の玉、油に濡れて光るシナチク、早くも黒々と湿り始めた海苔、浮きつ沈みつしている輪切りのネギたち、そして何よりもこれらの具の主役でありながらしっそりと控えめにその身を沈めている三枚の焼き豚。さて、ではまず箸の先でですね、ラーメンの表面を鳴らすというか撫でるというか、そういう動作をしてください。これはどういう意味でしょう。ラーメンに対する愛情の表現です。はあ。次に箸の先を焼き豚の方に向けてください。はは、いきなり焼き豚から食べるわけですか。いやいや、この段階では触るだけです。箸の先で焼き豚を愛おしむようにつつき、おもむろにつまみ上げ、丼右上方の位置に沈ませ加減に安置するのです。そしてこれが大切なところですが、この時心の中でわびるがごとくつぶやいてほしいのです。あとでね。何が後でねだよ。畜生、ひどい本だな。こっちまでラーメン食いたくなってきちゃったよ。まあ我慢しろ、あと2時間で着くじゃねえか。仕事終わってからゆっくり食いに行こうや。そう。それより続きを見な。さて、それではいよいよ麺から食べ始めます。この時ですね、麺をすすりつつも目はあくまでもしっかりと右上方の焼き豚に注いでおいてください。はい。それも愛情のこもった視線を。やがて老人はシナチクを一本口中に投じてしばし味わい、それを飲み込むと今度は麺を一口、
そしてその麺がまだ甲冑にあるうちにまた品地区を一本甲冑に投ずる。ここで初めて老人はスープをすすった。立て続けに合計3回。それからおもむろに体を起こし、とため息をついた後、意を決したかのごとく一枚目の焼き豚をつまみ上げ、丼の内壁にトーントーンと軽く叩きつけた。先生、今の動作の意味は？何？おつゆを来ただけです。おい、止まるぞ。どうしたんですか？お前がバカな本読むから俺まで腹減っちゃったらねえか。店の感じから言うと、ナルトと海苔の入ったあれだね。そう、醤油味でな。そう、さっぱりしたやつね。お前たち何やってんだ。おい、大丈夫か。一応近いのか。元気だぜ。そうか。いらっしゃい。これチャーシュー麺。これ特製ラーメン。はい。俺嫌な予感がする。うん。お湯が全然沸騰してない。おい、早く着替えないと風邪ひくぞ。おかえり。どうしたの？またいじめられたの？相手誰？龍太くん？びしょびしょじゃないの。早く拭いて着替えなさい。だから早くこんな店やめちゃいいんだよ。俺と一緒になってあの子だっていじめられなくて済むんだ。俺と一緒にブリブリ。怪我でも宝石でも買ってやるからな。ごじょうりやがって。はい、こちらチャーシュー麺。はい、こちら特製ラーメンです。何よ、特製ラーメンで癖になるとなんかやりやがって。古いんだよ感覚が。だからいつまでたっても頑固取りゃ泣いてんだ。やめちゃえやめちゃえ。やめねんだ俺はぶっこいしたら。うるさいわね。ナルトが入ってよって入ってまいって大きなお世話よ。お客が入ろうが入るまいがあんたに何の関係がある。あれやろ、俺は親切言ってんだよ。こんな不景気な店おめえごと買い取ってるってんだよ。どうでもいいけどちょっと静かにしてくんねえか。こっちは食事中なんだ。うるせえよ、そのもん黙ってろ。ケンちゃん、どうもすいません。ちょっとピスケン、いい加減にしなよ。うちのお客さんに対して失礼じゃないか。何が客だよバカ。汗くせえ運転手に平行頭でやることねえ。ちょっとあんた、うるせえよ。お兄さん、喧嘩売るならどうだろう。俺に直接売ってくれねえか。よし、面白い。売ったろじゃねえか。お前は車乗って先行きな。だって俺は大丈夫だ。いいから行ってろ、店舗が待ってるから。じゃあ、ごちそうさまでした。ここじゃこの人が迷惑する。外へ出な。Oh, no!
大丈夫ですか？あ、大丈夫。俺どうやってここへ寝たのかな。いやだ、覚えてないんですか。私がお医者さんと二人で奥へ運ぼうとしたら、いや、俺はここでいいんだよって。しょうがないよ。おじさんすっかりやられちまったよ。やられたってしようよ。だって相手は5人だもん。卑怯だよ。坊やも喧嘩強いのか？いや、強くないよ。じゃあ負けることもあんのか？いつも負けてる。だって相手は3人もいるんだもん。龍太とか陽平とか内田とか。3人もいるのか。それ卑怯だな。卑怯だよ。でも僕逃げないんだ。男は逃げちゃいかんって父ちゃんいつも言ってたから。父ちゃん強い人だったんだな。うん、でも母ちゃんもすごいよ。母ちゃんの作った料理はうまいからね。うん、うまい。こんなうまい漬物食ったのは十何年ぶりだ。この漬物なんか日本一だ。ラーメンも日本一だよね。ね。ラーメンか。ラーメンは、そうだな。あ、もう行かなくちゃ。連絡書持ったよね。持ったよ。漢字ノートは？持ったよ。分子ってのは分数の上なの？下なの？うるせえな。下に決まってんじゃないの。かな？あ、違った。上だ上だ。じゃあね、行ってきます。もしもし。そんなにひどかったですか、私のラーメン。いや、そういう意味で言ったんじゃないんで。お願いです。正直に言ってください。主人が亡くなってから私、見よう見まねでやってんですけど、全然自信がなくて、すごく不安なんです。ぜひお二人の意見聞かせてください。あ、やだ、私まだ名前見てなかったね。私タンポポです。ゴロです。俺ガンと言います。でどうでしょう、私のラーメン。うん、そうだね、まあ真面目な味ではあるんだけど、元気がないというか力がないというか。はっきり言ってまずいです。タンポポさんよ。タンポポでいいです。よし、じゃあタンポポ、あんたカウンターの中入ってラーメン作ります。はい。ガン、客やれ。はい。違う違う、入り口から。いいか、やってみるぞ。はい。はい、よーい、スタート。いらっしゃい。まったまった。いらっしゃい言うなら客の顔見ていいや。さもなきゃ黙々と仕事しろ。はい。続けて。これラーメン。ほら、そこで客の顔見る。客が見てないときに素早く客を観察するんだ。待った待った待った。あんた今何観察したの？若くて可愛い人だなって。違う違う違う、そんなんじゃねえんだよ。この客は急いでるのか腹が減ってるのか、この店は初めてか、フラッと入ってきたのか、噂を聞いてきたのか、酒飲んだ後か、この店のラーメンに合うか。はい。ラーメン出してみる。いいぞいいぞ、そのチャーシューをその場で切るのは非常に。うちの人がいつもそうしてたもんですから。ただし厚さが厚すぎる。せめてものサービスのつもりなんです。厚けりゃいいってもんじゃねえんだ。厚さ3ミリにして見切れにしてみよう。はい。わあ、薄すぎますよ、それじゃいくらなんでも。はい。はい。ほらそこだ、ほら散歩、そこで客の顔を見る。自分の作ったラーメンに愛情があれば、それを客がどんな顔して食べるのか気になるだろうが。はい、すいません。今客何やってる？スープを飲んでます。おかしいと思わねえか？おかしいだろうが、熱い熱いはずのラーメンのスープがなんで出てきた途端にこうやって飲めちゃうんだよ。あ、そうか。ここに致命的な欠陥がある。はい。熱くないラーメンはラーメンではない。はい。私を弟子にしてください。弟子？お願いします。私一生懸命頑張ります。お二人の話を伺ってるうちに、私突然この店を本物のラーメン屋にしたくなっちゃったんです。
ターボのためにも私頑張りたいんです。何でもやります。だから教えてください。お願いします。どうか教えたって。俺たちはお仕事の合間でいいんです。いつでも召し上がれるようにお漬物用意して待ってますから。ゆうきの丼に寄せぞ。はい。よーい。スタート。くれ。はい。なんだなんだ、戻戻せ。できるまで何度でもやるぞ。はい。よーい。スタート。よーい。3分15秒。3分切るとこまで行くぞ。はい。頑張れ。ラーメン屋は体力だ。結構足りるな。そんなことじゃ男のラーメン屋に太刀打ちできんぞ。ファイト。はい。はい、整理体操。俺こんなことやってんの。専務どうぞ。あ、常務どうぞどうぞ。ここはね、シーフードが有名なんですよ。さあおかけください。お決まりでございましょうか。専務は？さあね。常務は？私はまだあまりお腹が空いてないから何か軽いもの。はい。それじゃちょっと。私はね、下びらめのムニエルね。スープかサラダお付けいたしましょうか。スープ、コンソメ、サラダいい。お飲み物は？ビール。早くやる。ございます。じゃあはい。こちら様。僕も下びらめ。スープかサラダお付けいたしましょうか。コンソメ。サラダはいらないわ。お飲み物は？僕もビールにするわ。そうね、私も下びらめにしてみるか。スープかサラダは？おうね、コンソメにしてみるか。お飲み物は？おうね、まあ、ビールにしてみるか。あ、僕も同じ。私も同じで。
ちら様が。何なさいますか。ちょっと待ってね。クネールか。クネールのブーダン風というのは、クネールをブーダンの形に作ったということ。さようでございます。確かフランスのタイユ版っていうレストランで出してたような気がしたけど。よくご存じでいらっしゃいます。うちのシェフがタイユ版で修行いたしましたもんですから。じゃあソースはキャビアソース。おっしゃる通りでございます。じゃあそれから始めてメインはエスカルゴのパイ詰め。これはソースはフォンドボーですか。はい、エスカルゴとしめじをマデール酒で煮まして、それをさらにフォンドボーで煮込んでございます。じゃあそれにしましょう。それとサラダはこのくるみとリンゴのサラダにしてみるかな。あ、それはぴったりでございますね。お飲み物いかがいたしましょうか。そうね、今日はどういうものか朝からコルトンシャルルマーニが飲みたいような気がしてたんだけど、81年はあるかしら。ではソムリエをお呼びいたしましょう。うん、そうしてちょうだい。それでは次はスパゲティの召し上がり方です。スパゲティはチーズをかける場合とかけない場合とありますが、これはスパゲティアレボンゴレですから、チーズはそうかけませんね。ではフォークとスプーンを取ってください。スプーンは左手に持ちましょう。そうしましたら右手のフォークでスパゲッティを3本か4本引っ掛けるようにして、左手のスプーンの中で静かに巻いていきます。このようにうまく巻けましたか。はい、では音を立てないように召し上がっていただくわけですが、この場合大切なことは決して音を立てないことです。絶対に音を立ててはいけません。音を立てないためにはまず自分が立てている音に耳を澄ますこと。案外自分が音を立てていることに気がつかない人が多いのですよ。ではちょっとやってみましょう。耳を澄ませてください。非常に小さな音、例えばこれぐらいの音でも外国では絶対に許されないのです。
それでこれだけ行列作ってんだ。うまいラーメンさえ作りゃ客なんていくらでもいるわけだよ。本当ですね。しかもさ、大した味じゃねえんだよこんな店。あら、召し上がったことあるんですか五郎さん。見りゃ分かるんだよそんなこと。ほら、動きに無駄が多いだろう。死後も多いし、らっしゃいばっかり元気よくってさ。はい、チャージュワンタン麺だれ。ほら、誰が注文したか分かんない。こんな店一月で抜けるよ。おい、タンポポ、こっちこっち。よく見ててみな。ほら、今、おやじさんが麺のお湯を取り替えるよ。ほら、あの二人の体の入れ替え方ね。動きに無駄がねえんだ。しかも全部無言だ。いい店ってのはこうなんだよ。この気合が客に伝わる。客がほら、丼離さねえだろ。おつゆ飲み終わるまで丼持ったまんまだ。でほら、丼があっち帰るよ。よく見てな。ほら、おやじさん必ず丼見るだろう。このお客、おつゆを全部飲んだかどうか。な、スープはラーメンの命なんだ。だから親父さん、見ないようでいてちゃんと見てる。ここで覚えててほしいのはね、この主人は客の順と注文を全部覚えてるってことな。そうだな、長井。まあ商売ですからね。ほら、電車が着いたから来るぞ。チャーシューお願いします。はい、チャーシュー麺。ラーメン、もやし抜きので麺少なくない？ラーメン少なくない？ワンタン麺お願い。はい、ワンタン麺。すみません、はい、おもいラーメン。はい、おもいラーメン。シナチクラーメンお願いします。はい、シナチクラーメンね。ニンニクラーメン。はい、ニンニク。麺柔らかくして。はい、わかりました。ごちそうさまでした。はい。480円です。はい。ごちそうさん。はい、650円です。なあ、大したもんだろう。まあ、しばらく見ててみな、勉強になるから。チャーシューメン、はい、油抜きを入れてね。はい、わかりました。ここ来ますね。はい、どうも。ラーメン固めてお願いします。はい。ラーメン、シナチク抜きでお願いします。はい。いや、俺だってさ、次があの人でチャーシュー麺、その次があの人でラーメン、もやし抜き麺少なく、その次が あの人で大盛りラーメンぐらいまで覚えてるけどさ。大盛りラーメンよりこの人の方が先でワンタン麺なんです。あれ、そうだったかな。そうなんです。ワンタン麺、大盛りラーメンで、それからこの人がシナチク麺、ニンニクラーメン、麺柔らかく、大盛りラーメン、卵入り、チャーシュー麺、チャーシューは脂身、ラーメン、麺固め、ラーメン、シナチクなし。おお、すいません、お願いします。このスープの作り方教えてください。スープの作り方？ダメダメ、あんたプロだろ、目つきでわかるんだ。うちのスープのこと商売畑に教えることできないんだよ。お願いします、少しくらいならお金を払いしてもいいんです。いくら出すんだ？5万円くらいなら。ダメダメ、あんた金出すんならば私に100万貸さないか。100万1年利息なしだ。そしたらうちのスープのコツただで教えてやってもいいんだ。100万よいしょ。あら、100万よ。ちょっと、はいはい、ちょっとね、100万貸しちゃダメね。あの親父は協定基地が貸したら帰ってこないよ。それよりあんた、私に3万出さないか。このスープの作り方教えてあげるよ。この隣が私の店だからね。あんたお金持って今日の夜中に来るといいよ。
いらっしゃい。いくら？はい。おい、あんたら何だって残すんだよ。すいません、お腹いっぱいになっちゃったの。何だと？腹が減ってねえのになんでラーメン食いに来るんだ。ふざけたことぬかすんじゃねえ。てめえら来来県のやつらだな。うち内心来やがった。こそこそと泥棒猫みたいに人んちの仕事盗みに来やがって。おい、こしとらな、闇市の頃からラーメン屋やってんだ。昨日や今日の脱サラや脱仕事のど素人にケチつけられるような仕事はしてねえんだい。てめえら、そこへ手ついて謝れ。さもなきゃスープ一滴残さずに飲んで帰りやがれ。そうまで言われちゃ黙って帰るわけにもいかねえじゃねえか。俺がスープ飲まねえのは飲めねえからさ。まずくて飲めねえんだよ。の、何を。スープは煮すぎて豚骨の臭みが出てるし、豚の匂いを消すために入れた野菜もこれじゃ甘みが出すぎて嫌味だ。丸みを出すための昆布もくどい。そうよ。それにこのスープ、セグロイワシを使ってるけど、セグロイワシは腹渡が臭くてラーメンのスープには向かないわ。なんだと。てめえらみたいなど素人に俺んちのラーメンの味が分かってたまるか。だっておじさん、ラーメン食べるのはそのど素人なのよ。素人にわかんない味のラーメン作ってどうするの。そうだ、この麺は寝かしすぎで汗水が芯まで染み込んじまって、食べると汗水の匂いがプンとする。今日みたいに雨の後は汗水は少なめでいいのよね。そうだ、それにチャーシューも茹ですぎてボール紙みたいだ。シナチクだって塩漬けじゃなくて水煮を使ってるから、歯ごたえも風味ももう一つなのよね。くしょー、それだけでけ口叩くんならさぞにプロラーメン作るんだろうな。いや、うちのは当たり前のラーメンを当たり前に作ってるだけだよ。よーし、じゃあその当たり前のラーメンってのを試してやろうじゃねえか。明日の朝開店前に食いに行ってやるから用意して待ってやがれ。もしまずかったらただじゃおかねえぞ。チャーシューは OK だ。はい。お湯は空いてるな。できた。よし、スープはどうだ。はい。しまった。え、どうした。大変、スープ煮たって。ああ、濁ってる。ニコロさん、どうしよう。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 奴らもう来るぞ。どうしたら来たよ。ああ、おめえらの当たり前に作った当たり前のラーメンとやらを食べさせてもらおうじゃねえかい。ちょっと待ってくれ。どうだろう。うん、今すぐできますから。ボケたこと抜かすな。約束は約束だ。子供に呼んでジタバタするね。なんだこの匂いは。えい、そのスープ見せてみやがれ。ちょっと、ちょっと待ってください。ちょっとお願いですから。すいません。やめろ、うちの母さんに何するんだよ。いたたたたた。どうけ。ちょっと待って。やめろ。
から本日休業かよ。勝手ながら多すぎるんだよお前は。やれやれ、スープがもう効かないか。これはやっぱり先生の出番だな。おい、ゴーさん、こっちこっち。あ、あそこだ。おいで。はい、どうも。おい、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 いらっしゃいまし。まあ、入って食べてくださいよ。これ、先生、産婦人科の先生だったんだけど、道楽でラーメン屋やってるうちに病院を奥さんと事務長に捉えちまった。今じゃここで連中のグルメの席。ようこそいらっしゃいました。あんたらいいとこへ来たよ。ちょうど今ね、カールトンホテルのビーフシチューが減ったとかだった。まあちょっと焦げ味があってね、問題はあるんだけど、フランス料理っていうのは焦げ味との戦いですからね。うん、うめ。酒はどうです？酒もなかなかうまいでしょ。うめ。しかしこれなんだろう、銘柄がわかんない。わかりならんはずです。これはブレンドですから。まあベースは奈良の比較的辛口の酒ですがね、そこへいろいろと混ぜてる。こいつもう15年これ研究してますから。おっとっとっと、これこれね、北郎のとんかつだけどね、あんまりおすすめしないよ。あそこも豚が落ちちゃった。昔は鹿児島あたりのいい豚使ってたんだけどね、もうすっかりダメ。キャベツもなんだろ、機械で切ってんだろ。真心はこもってねえんだよ。先代はよかった。こいつら結構うるさくてね。あ、お前この前飲んだブドウ酒の話があったろ。ああ、メドック80年のシャトーオプションならんどね。なんさ。1980年ってのはご存知の通り天候が不順で、ボルドーに関しては出来の悪い年ということになってるんですがね、この前あそこのシャキステーションって店の裏歩いてたら、ブドウ酒の空き瓶が並んでるんで調べてみたら、その中に80年のメドックのシャトーオプションラランドが1本あるんですよ。すかしてみるとまだ5センチも残ってる。これ持って帰ってね、静かにデキャンテして飲んでみた。ところが悪い年のはずの80年のオプションラランドが、あんたなんとも素晴らしい出来なの。軽快で、しかもがっしりしてね、喉を通って降りていくおっぽの長かったこと。深い生活をしておるんですこいつら。おお、坊や食べないね。何か作ってやろうか。坊や何が好きだい？僕オムライス。オムライス？よし、おいてについてきな。
じゃあしばらく先生借りてくからな。じゃあ行ってくるわ。先生お願いします。ええ、頑張ってな。よし、先生送ってみんなで一曲やるか。よし。何取ってるんだ。牡蠣よ。ちょっと見せてくれ。これ一つ売ってくれないか。いいわよ、開けてあげよっか。手から食べるといいわ。くぐった。
連達なし。シズイエスを起こしてたよ。臭かった。あんた自分で匂いませんでした？え、いやまあ、ちょっとね。死ぬかと思ったよ。あれくせんだ。もう何を食べてもいいですがね。まあ、とりあえず柔らかいものからだな。しいぞ。ほら、はい、いいですか？ラーメンというものは面白いもので、いい仕事をすればそれは必ずいい味になって帰ってきます。これ忘れんでください。ではこのスープの色派からおさらいしますよ。鶏はすぐ傷みますから、新しい鶏をできるだけ早く使う。鶏も豚も匂いが強いから、一度熱湯で茹でて、あとよく水洗いをしてそれから使う。その野菜は丸ごと入れていいんです。難しいのは火加減です。出汁が出るためには十分強い火で、しかしくれぐれもこのようにぐらぐら煮立たせんように。煮立たせるとスープは濁ってしまいますからね。そして何より大切なことは、丹念にアクを取ること。では今日はちょっと面白い材料を持ってきたので、こちらをちょっと勉強してみましょう。これですがね。おい、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 水、水、おい、おい、おい、はい、はい、はい、すみません、それと目が合っちゃったもんで。はーい、森十四、はーい、お待ちどうさま。いらっしゃいませ。まあ先生、いらっしゃいませ。さあさあ、どうぞこちらです。お茶をしに、お待ちどうさま。さあどうぞ。先生、お汁粉はダメよ。それと鴨なんと天ぷらそばもダメよ。
この間もそれで倒れたでしょ。いい子にするのよ。じゃあ私銀行行ってくるからね。翔平行きましょう。いらっしゃいませ。カモナン、天ぷらそば、おしるこ、お待たせしました。命を助けていただいたお礼の意味でね、皆さんにすっぽんを召し上がっていただこうと思って、それでおいでを願ったわけです。翔平、今日のお客さんあたり少し濃い目やで。え、見ますか。これは浜名湖か。え、今日のは熊川です。熊川からやっと天然物が入ったんですわ。危ない危ない、注意してもらおう。あんたあんた、スプーンの刃っていうのは一枚刃でカミソリみたいに鋭いんですよ。こんな指なんかさーっと食いしきられちゃう。これね、こういうふうにスカーって殺してやらんと肉が縮んで血が中で固まってしまう。美味しゅうなくなるんですよ。命の恩人がラーメンで苦労しとられると聞いてね、私も黙っとられんようになりました。この老人にも一肌脱がしてください。あ、翔平。へい。いや、皆さんにちょっと終わろうともろう思いましてね、ちっちゃなね、ラーメン作ってみました。どうぞ。あなた、この味どこで。へえ、
中学の時分にね、近所の屋台の親父から手ほどき受けたんがやみつきですわ。どうでしょう、この男お役に立つようでしたら一つ使おうてやってくれませんか。よし、じゃあ今日からこの店を町一番のラーメン屋に作り変える大作戦を開始するぞ。先生は引き続きスープの指導な。それから今日から翔平が参加して麺のグレードアップを担当してくれることになった。ガンと俺は店のなんというか個性作りというか、要するに演出だ、演出面を担当する。味の基本線は綺麗に澄んだ醤油味のスープで、こってりした迫力のあるコクを狙う。具はチャーシューとシナチクとネギだけ。メニューもラーメンとチャーシュー麺の二品で勝負する。いいな。いいよし。店の名前どうします。中身が変わるわけだから、この際新規一転して変えましょう。そうせや。お願いします。何かいいアイデアありませんか。なんかこう個性的で覚えやすくて、うん、女らしくて、しかも美味しそうな。俺はさ、タンポポがいいと思う。タンポポ、なるほど。その手があったか。そう、それよろしく。タンポポ。そう、タンポポラーメン。タンポポラーメン。ちょっと鶏に豚に、これは昆布にいりこやね。あ、変わってるな、この店。スープの中に魚の頭入れてますよ。ほら。最高でしたろ。ツルツルのシコシコでしたろ。ほんとね、これがツルツルのシコシコなのね。同じ麺でこうも違うもんかしら。麺っていうのはね、注文するときに厳密にレシピを決めて、粉の配合から打ち方から全部指定せなあきまへんや。例えばね、このツルツルするんは機械で生地を伸ばすときに1回ぐらい余分に圧線をかけてるんやないかなと思うんですわ。それに機械にかける前に生地の状態でしばらく寝かせてますね。ただそれをどの程度やっとるんか、その加減が分かりまへんねや。かん水もね、普通使ってんのとちょっとちゃうかもしれんな。私聞いてこようか。そんなもんあんた教えてくれまっかいな。ダメで、もともとじゃないの。ちょっとあんた、今のラーメンあんたが作ったの？はい、私よ。今日の麺ダメじゃないの。いつもと全然違うわよ。そうかな。私同じ思うな。違う違う、寝かし方が足りないんじゃないの。昨日こんな寝る、生地ビニール包むね、一晩寝る寝る、同じよ。違う。じゃあ圧縁かけるのサボったんじゃないの。圧縁ちゃんと3回かけたよ。わかった、じゃあ関水変えたね。そんなことないよ、うち小師匠と同じ方法の関水ね。小師匠開本2杯純関水よ。そう、じゃあきっと私の気のせいね。安心安心。ありがとう。せいせい。
と、このところあの店を入り浸ってるらしいじゃねえか。なんだこの前の酔っ払いが。俺がどの店入り浸ろうとお前の指図は受けねえよ。指図しよってんじゃねえんだよ。ちょっと面出せ。この前はよ、酔っ払ったもんだからうちの若えもん止めるの忘れちまって五対一の喧嘩しちまって、おめえも気分悪かったろ。俺も後味悪い思いしてんだ。そこで相談なんだが、なんだったら一対一でもう一度相手になるぜ。んじゃない？俺はスープの変化に着目してたけどね。よくわかるわね。味はどう？うん、なかなかいいんじゃないな。大丈夫か？大丈夫だ。お前、前に何かやってたろ。ああ、大昔な。笹崎健だ。ウェルターだった。きったね。どうりでフックの切れ味が良すぎると思ったぜ。お前も我流の割にはよくやるよ。タンポポに惚れてんのか。俺はあの店を本物にする。ただそれだけだ。俺にも手伝わせろ。お前何ができる？俺は時計屋さ。インテリアなんかも結構やるんだ。カフェバーなんてのは得意中の得意だぜ。よし、じゃあお前内装やれ。わかった。ただし金はちゃんとタンポポに払わせろよ。よし、俺ピスケンだ。五郎だ。この店の内装工事引き受けるってんだ。連れてきたんだ。ケンちゃんは？タンポポっていい名前だよ。きっと流行る。俺幼馴染のよしみで及ばずながら力にならせてもらうから。ありがとう。おいタンポポ、お前貯金なんかあるのか？100万くらいならあるわよ。この店6坪だよな。坪30万として180万。ちょっと足りないわね。大丈夫。1日200食、1食200円の儲けとして日に4万ということはざっと月に100万、1年で1200万。すぐ返せるよ。この辺のひまわり水回りはタンポポの体に合わせて全部付き直すとして。ボルさんよ、その丼こっち渡してみてくんねえか。ちょっとこの仕切り高えな。あんたの幅の攻め前が使えて食いにくいや。
これじゃあせっかくのラーメンの世界は狭くなっちまう。少なくとも40センチか。いやあ、よくいや45センチが欲しいところだよ。今のままでいいんだよ、タンポポは。余計な真似するんじゃねえ、バカ野郎。僕のまねじゃないってば。お父さんじゃ分かんないけどね、あの人は磨けば光る玉なの。いいってば、いいったらいいんだ。今のままでいいんだよ。だってさ、いいんだよ、今のままで十分綺麗じゃねえかよ。そりゃ綺麗かもしれないけど、でもそれは五郎さんにしか分かんない綺麗さなんだよ。五郎さん、タンポポに惚れてっから。おいおい、バカなこと言うもんじゃねえ。これはマジだ。ダメダメダメ、五郎さんには綺麗に見えるかもしれないけど、普通の人から見りゃタンポポはおばはんっていうか芋っていうか、はっきり言ってネズミね、ネズミ。お前らの黙ってろ。まあ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 、年寄りはこういう時は引っ込んでればいいの。はい、さあみんな帰ろうぜ。おうす、おうす。おい、タンポポ、用意できたよ。はい。五郎さん、できたよ。いいよ、俺は。いいよって。バカだな。できちゃったんだから早く見てくれよ。だってさ。いいから、早く早く。ほら。どう？私。うん。フランス映画みてえだ。ジャンヌなんて呼びたいくらいだぜ。はい、じゃあ次行ってみよう。なっちゃったな。ねえ五郎さん、どこ行こう。ねえ、私よくやってる？よくやってるよ。偉い？偉い偉い。本当にそう思う？そう思うよ。嬉しい。ねえ五郎さん。うん。五郎さん、どうしてこんなに一生懸命やってくれるの？ああ。お前はどうして一生懸命やるんだ？そうね。なんていうか、誰でも自分のはしごを持ってんのよね。そのはしごの精一杯上の方で生きてる人もいれば、はしごがあることも気づかずに地べたに寝転んでる人もいるのよ。ね、五郎さん。五郎さんに会って私初めてそのことに気づいたの。亡くなった旦那さんはどんな人だったんだ？いい人だったわ。お酒が好きで、せっかちで。蕎麦屋さんに行くと、靴片っぽ脱ぎながらお酒注文して、
もう一本脱ぎながらお蕎麦注文するような人だったわ。五郎さんは奥さんは？奥さん子供連れて出てっちまった。どうして？わかんねえ。ああ、俺はひでえ家庭に育ったから、自分で家庭作ったら世界一あったかい家庭にするつもりだった。俺は結婚した、子供が生まれた、あったかい家庭ができたわけだ。ところがそれが俺には全然居心地が良くねえんだ。あったかい家庭の中で俺はどうしたらいいのか全然わかんねえんだ。気がついたら女房はいなくなってた。俺は自分が冷たい人間なんじゃねえかと思うよ。
今日はすっかりお世話になった上に、こんなご馳走にまでなってしまって、実に金塊至極です。いやいや、何をおっしゃいますやら、私の方こそ先生のお方にお取引いただいて光栄です。あ、先生、どうぞ。さっきご説明いただいた投資のお話、非常に興味があります。細かいところまではよくわからないが、あなたのような方が勧めてくださるんだから間違いありますまい。一つよろしくお任せしましょう。ありがとうございます。私のようなものこそ先生にお役に立てて光栄です。これ大変人気のある商品でございますから、契約はお急ぎになられた方が。分かっております。明日はあいにく日曜ですから、月曜の朝一番に私の預金を全部下ろしましょう。といっても一階の東北大学教授のなけなしの蓄えです。大したものではありませんが。恐れ入ります。では先生、ちょっと私ね、会社へ電話を入れてまいります。おい、うん、取引は月曜だ。全額引き出すと言ってる。銀行の裏に車用意しとけよ。相手は東北大の教授だ。定年になったので、こちらで別の大学の。そう、うん、タムだよ。タム。まだ亀吉よ。また東北大の教授か。お前は本当にワンパターンな男だの。あ、うちの手も出しな。旦那、お願いです。すいませんが、行く前に来い。もう一つだけ、早くしろよ。おかしいな。被害者のやつどこ行っちまいまったんだろう。旦那、私はどうなるんだ
できたよ。いただきます。うん、うまい、うまいよ、母ちゃん。ご臨終です。9時22分でした。おい、お前も食え。母ちゃんが作った最後のご飯だ。まだあったかい、食べろ。おい、食うんだ。どうでしょう。次はいつ集まりましょう。おお、なんて不人情な奴らなんだ。随分努力の跡が認められるじゃねえか。前とは大変な体だ。少しは褒めてやれねえのか、お前ら。あとは合ってる。俺たちはこの店を行列のできる店にしようとしてんだ。一応コクはよく出てきたんですが、何か喉越しがよくありませんな。はい、そのコクがね、迫力につながってまへんにゃ。もう一つ味に奥行きっていうか深みがないんだよな。すいません。そんな悲しい顔すんなよ、タンポポ。お前今うまいもん作ってんだろ。うまいもん作ってる時はよ、もっと幸せそうな顔しろよ。そうね。よし、じゃあな、俺のとっておきのレパートリー教えてやるよ。まずな、ネギをはすり切んな。チャーシューは細切りだ。それを軽く炒めてラーメンの中央に乗っけて、ごま油をひとたらし。うん、これいいね。こりゃいい、いけますわ。これレパートリーに加えましょうよ。名前つけないけまへんな。ネギラーメンか。ネギそば。ネギそばいいですね。これは名物になります。よかったな、タンポポ。
母ちゃん今日は怖い顔してるね。母ちゃん今日こそはやるからね。みんなが母ちゃんのラーメン食べて最後にこうやって丼のスープを飲み干したら母ちゃんの勝ちなんだ。いただきます。お願いします。できました。タンポポさんおめでとう。
何？イノシシをさ、うちに行ってさ、冬だよ。イノシシはさ、何にも食べるものがないからさ、山芋掘ってさ、山芋だけ食ってるわけだよ。そういうイノシシを撃った時にはさ、漁師はさ、すぐ腹裂いて腸を取り出してさ、焼くんだって。腸の中には山芋がぎっしり詰まってる。山芋の腸詰めだよ。これをさ、焼いてさ、輪切りにしてさ、食うんだって。うまそうだろ。そうね、わさび醤油なんか合うわね。あんた、どうしたの？お願い、しかして。良くなって、一緒に行きましょう。イノシシ討ちに。あんた、あんた、お願いだから死なないで。静かに。最後の映画が始まる。いよいよだな。おめでとう。ありがとう。すっげえな、本当できちゃったよ。いいですな、このカウンター。照明がまたよろしいわ。おたぼ、このメニューの字、たぼが書いたんだって。うん、まあね。いいぞ、なかなか。おい、たぼ。お、リータ、ヨヘ、うちだ。行くか。行ってきます。行ってらっしゃい。使い勝手はどうです？嘘みたい。自分が名人になったみたいよ。正直言って私は女のラーメン屋なんてのはダメだと思っておりましたが、こうして見ると、いや、どうしてどうして、タンポポさんも大したもんだ。今日はまたキリッとしてめっぽきれいやわ。ほら、私らお客さんが来たら席譲って、だんだん消えますさかい。ありがとうございました。なんだかまたラーメン屋がやりたくなってきたな。じゃあ。もう来ちゃったよ。いらっしゃいませ。と
タンポポラーメンください。はい。ネギたくさん入れてください。はい。いらっしゃいませ。ラーメンね。はい。これもラーメン。はい。しなしくガバッてってガバッと。はい。まあ、どうもいろいろとありがとうございました。先生はチャーシューダメですからチャーシュー抜きで。じゃあ私ぎっこしてくるからね。翔平行きましょう。どうも。やったな、俺たち。うん、やった。じゃあ、達者でな。